彼は一つも反省していない、奥さんに愛想を尽かされて当然です。広島カープの投手、松本達也、23、の妻、英子さんの友人はこう憤る。一体何があったのか。2021年のドラフトで5位指名を受けた松本は、プロ2年目の若手選手。体重98キロの滑覆の良さで、ついたあだ名は太松。 秋山翔吾や菊池良介らに可愛がられているチーム内の人気者キャラです。武器は150キロを超えるストレート。ボールのホップは50センチを超え、大谷翔平を上回る球筋を誇るスポーツ指揮者。1年目から中継ぎとして計50試合に登板。今季は請求が定まらず5月に登録抹消の状況だが、逆境をバネに飛躍が期待されるカープのホープなのである。 私生活では2022年1月に結婚。夫人の A 子さんは、松本が社会人時代に所属したチームのチアリーダー。結婚2ヶ月後には第一子を授かっています。堂前。公私ともに順調の松本だが、大っぴらにできない前科がある。2022年10月のこと。 カープの現役選手が妻の妊娠中に別の女性と肉体関係にあったことを写真週刊誌が報じた。記事では匿名扱いでしたが、この選手は松本のことです。本人も、誰がリークしたんだ、と怒っていました松本の知人。浮気の原因は風俗が良い。さらに同年12月には、ニュースポストセブンに松本のホテル密会不倫が写真付きで掲載される。 取材には、食事に行っただけ、と否定していたが、奥さんには事実を認めて謝罪しています。離婚はしたくない、と懇願までしていたようです、堂前。浮気という危険球を2度も見逃した妻の A 子さんだが、今度こそは夫を見限ろうとしているという。原因は風俗通いだと聞いています。松本さんは浮気発覚後も懲りずに女性に手を出し続けている。 SNS の裏赤で風俗場の予約を取ったり、月に10万円以上は風俗につぎ込んでいるとか。A 子はうんざりして実家に帰ってしまいました。A 子さんの友人。まあ、それは本当です。A 子さんは別居を認める。火遊びがたたったのか、今年の沖縄キャンプではこんなことまであった。2月下旬に沖縄市内の泌尿器科を受診しています。 昨年12月頃から正規周辺に違和感があると言っており、結果は性病の疑いありという診断。治療のために別の病院の紹介状をもらっていた球団関係者。栄子さんから相談を受けていた別の友人が話す。風俗やパチンコ、飲み会ばかりで家を空けることが多く、育児もしないので子供も抱いてないそうです。栄子は本格的に離婚を考えており、 実家に戻ったきりで松本さんの元へは帰っていません。子さんの心のサインやいかに、電話を鳴らした、風俗通いが原因で別居中ですかまあ、それは本当です。松本さんが性病にそれは聞いてません。かかっていてもおかしくないくらい風俗に言ってますけど。離婚を考えている。正直、もう呆れました。松本は妻の美ゆきを否定。 エラーを積み重ねた松本本人は、妻からのサインに気づいているのか。練習終わりを直撃した。別居している。してないです。向こうに用事があって一時的に、実家に行って、普通にまた戻ってきます。風俗通いが原因、違います。全然行っていないです。沖縄キャンプの時、性病の診断を受けた。ないです。すみません。球団広報は、 「プライベートに関することなのでお答えできません」と回答した妻のみゆき藩で大炎上の中継投手火消ししてくれる抑えはいない「週刊文春編集部週刊文春2023年8月10日号」